いっぱいありがとう。お皿がいっちゃんかわいいよ。かも。おい。ありがとうございます。ということで、今日は6月24日ということなんですけれども、なんと今日は私が尊敬する先輩の北原理恵さんのお誕生日なんです。イエーイ。なので私は考えました。どうしたら一緒にお誕生日を祝ってる気持ちになるのか考えた結果、こちらにたどり着きました。じゃじゃん、お誕生日会です。イエーイ、嬉しい。そうなんです。今日白い？あ、服が黒いからじゃない？お誕生日、え？完売したの？10月30日、2部。すごい、ありがとうございます。やった、びっくりなんだけども。嬉しい、マジか。ママ帰ってきた、マジか。ありがとうございます。よかった、今日お祝いするつもりだったから。やった、ちょうどいい。すごく嬉しい、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。嬉しい、改めてお礼をさせていただきますね。嬉しい、ありがとうございます。やったやった。ということで今日はダブルなんですけど、ダブルおめでとうということで、じゃあとりあえず私がやる。よかった、すごいですね、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、ゴー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 、ありがとうございます。ということでクラッカーを鳴らさせていただきます。クラッカーを鳴らします。リエさんお誕生日おめでとうのクラッカーです。まずね、見て、クラッカーいきまーす。リエさんお誕生日おめでとう。鳴らないけど、いきますね。おお、すごい、すっげえ花火の匂い出てきた。続きはくせーを、すごい。そう、じゃあ次はお皿、初めての完売おめでとうのクラッカーを緑鳴らします。取れない。これ危ないよね。あんまりこっち見せないで。オッケー。いくよー。いい匂い、いい匂い。ということで、おさらさん、乾杯おめでとうということで、本当にありがとうございます。いくよー。せーの。待って。鼓膜破れるけどすごく嬉しい。イエーイ、飾っとこう。はい、ありがとうございます。あ、だるまさんもありがとうございます。イエーイ、ということで、おー、マジか、ありがとうございます。嬉しい。
聞いたんですけど。やったです、本当にありがとうございます。次はどの日を完売させますか。え、ありがとうございます。私がおすすめの日は10月14日の1部、2部かな、はあのテニスになるので、みんなご協力よろしくお願いします。見に来てほしいです。ということで今日は、はい、これを食べたいと思います。そうですね、やっぱりおめでたいことだと絶対にこれを食べましょう。あ、10月14日、あのね、そう、これを食べていきたいと思います。まあみんなが想像しているあれですよ、あれあれあれだね、あれを食べていきたいと思います。それはですね、それは、はい、お祝い事には必ずみんな絶対に食べます、こちらです。せーの、はい、食べない、はい、これを食べます。今日は生姜醤油ラーメン、生姜ラーメン醤油ラーメン、じゃーん、絶対に食べませんね皆さんは。いやーい、ということで私とリエさんの共通点といえばラーメンが好きなところということなので、はい、皆さんいつもボケありがとうございます、ボケ突っ込んでくれてありがとう。ということで今日はこちらの生姜ラーメンを食べます。でですね、小宮山家にはですね、そんなに具材がなかったということで、なんと私は考えました。あ、まあとりあえずいただきます、いただきます。それでですね、具材がないということに気づいた小宮山はこんなことをしました。じゃじゃーん、チャーシューじゃなくてハムを入れました。いただきます。うまい、ハムです。見せてください、見えない、こぼれちゃう。うん、めっちゃうまいよ。お茶、それでですね、やっぱり小宮山家はやっぱり何でも揃ってるって勘違いしてたんです。だけどさすがにチャーシューはなくて家に、なのでハム、ハム、ほぼ具なしです。うん、おいしい。そう、海苔入れてたんですけど、始まる前に誰かが食べたんです。私です。はい、ということでね、そうなんですね、誰かが食べたということで麺を食べていきます。これはね、この生姜醤油ラーメンのところにね、おろし生姜を入れるとより美味しく召し上がれますって書いてあるから入れたの、生姜を。だから食べてみる。いただきます。麺、伸びてるけど生姜を入れたからより美味しいじゃん。あとわかめも入ってる。焦った結果わかめを入れたんですね、私は具の中に。
はい。めっちゃ美味しい。あのね、ほんと生姜醤油ラーメン、みんな買ってきて。いっぱいね売ってる。県内しか売ってないのかな。いや売ってるよね。売ってないか。でも県内はきっと売ってる。あれも売ってたよ、背脂ラーメン。東、間違えた、燕三条。まあみんなこれから長岡、そして経由で小千谷まで来てください。食べるよ、パーティーだもん。パーティーと言ったらラーメンでしょっていう偏見をみんなに押し付けてしまいました。いただきます。うん、そう、すごい。ただラーメンが食べたいだけで私が作ったって思ってる人いますか？これからみんなでラーメンを食べに行こう。お、行きたいって。みんなパーティーだったらピザとか。そんなことないですよ。パーティーだったらやっぱりラーメンでしょ。今日北リエさんのさんのお誕生日イベントでリエさんと会話するよ。ねえ、羨ましい。羨むぜ。めっちゃ美味しい。久しぶりラーメン食べたなんて。いや嘘、めっちゃ食べたわ。明日ラーメン食べに行く。おお。だねー、やっぱり生姜醤油だよ。タコパ？タコパもしたことある。でもね、たこ焼きひっくり返すの下手くそなの。北里恵さん YouTube、 そうなの、始めたの。早速チャンネル登録をさせていただきました。まだ見てない。上がってる？やっぱりラーメンだよ。なんか伝えておきましょうか。いえいえ、楽しんでください。めちゃめちゃ美味しい。ヒグマ行くか、タイチ行くしか。そうだよね、そこだよね。おじやはヒグマっていうラーメン屋さんが一番生姜醤油って味なんだけど、長岡だとタイチっていうね、あのタイチさんっていうお店がすごく有名なんですけど、リュウとね、前、結構前に食べに行ってめっちゃ美味しかったです。そうなんです、私が作りました、ギリギリまで。サラちゃんのよく行くラーメン屋さんは？ヒグマ、経典、釣り吉。自分も登録した。だねー、見ようぜー。ヒグマ。今日はチャットで北原さんと会話できます。みんなそうやって、いただく。サラちゃんのチャンネル解説まだかな。私、こんにちは、おさらです。ラーメンの食べる音聞いてたらお腹が空いてきた。すすれない人もいるよね。マウさんすすれないよね。すすろうよ。あ、飛んだ。めっちゃ美味しい。帽子がパーティーの見本みたい。これは売ってた、買ってきた。美味しい。秀吉さんもうまいよって。うまいよ。行ってみよう。そう、釣り吉っていうところがあってめちゃめちゃ美味しい。ヒグマ美味しい。自分も参加します。
仲間外れだラーメンは世界で一番ぐらい美味しい。まあ食べ物って全部美味しいんですけど、あ、わかっ、やっぱりラーメンは生姜醤油だね。ラーメン部希望なんですけど、まだ入れてないって。鼻に飛びました。わけわかめ、ラーメンアイドル、ラーメンつけ麺、僕イケメン。確かスーパーマルイさんに売ってたはずだから、買ってきて。ラーメン晩ご飯、ラーメン晩ご飯、これ晩ご飯だって。これ以上食べたらやばい。これでもやばい、でも美味しいからゼロカロリー。それハラシンに売ってる？多分売ってるよ。サラはね、チャレンジャーで買った。マウさんに会ったことある？あります。活動？マウさんが NGT になる前も遊んだことがある。これからデザートメロンかな。そうなんですけど、私は食べてしまったんですよ、全部。一つあったのに、丸々こうやってあったのになくなっちゃうもんなんですね、食べたら。食べ物っていうのは。だるまさん、ありがとうございます。びっくりだ、もうちょっとでなくなっちゃう。萌え萌え部はないのですか。萌え萌え部、萌え萌え部、ラーメン部、萌え萌え部、兼任。いただきます。最後、完食。おい、さすが早食い、もう食べ終わりました。10分ぐらい、15分ぐらい。お腹いっぱいだね。完全に伸び伸び、すいません。いっぱい食べて、私はお腹いっぱいなんですけど、皆さんはお腹いっぱいですか？ちょっと待って、お汁を飲む。ちょっと、おいしい。それでは手を合わせましょう。ごちそうさまでした。はい、こちら食べ終わりました。はいハートありがとうございます。ごち、すごいピンクのクラゲみたいなの、ありがとうございます。私はとても早食いプラスラーメンが好き。早食いです。はい、暑いわ。はい、ということで、 なぜかラーメンをずっと食べていたということなんですけど、ずらしちゃった、ごめんね。はい、ということでですね、なんと私はラーメンデザートを用意したんですよ。今日はデザートのやつ、デザートを用意したんですけど、
今からママに頼みます。ママ持ってきて。はい、ママをちょっと使わせていただきました。すみません、全国のママ。何が出るかな、何が出るか。何かな、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 何かな。はい、どうも、バイバイ。ということで、今日食べていくのはこちらです。じゃじゃん、パン、桃太郎アイスです。はい、桃太郎みたいに強くなるよっていうのか分かんないけど、でどーっていう声。これはメンバーさんもたくさん食べている、最近めちゃめちゃ食べていると思うんですけど、アイス、桃太郎アイスを食べていきます。イエーイ。ピンク色だしね。そうね、桃太郎アイスはですね、そうなんです、桃太郎だと思ったわ。おお、これはですね、私がチャレンジャーで買ってきました。それでは早速いただきます。やっぱデザートを食べながら、ちょっとこちら、あ、ば、う、え、じゃん、ジャム、じゃんじゃん、だーい。このね、机を動かしたいんだけど、まあ動かないね、そりゃ引っかかってんだもん。今日は、はい、オッケー、みんな食べようっと。はい、チャレンジャー好きなんですけど、桃太郎アイス。そう、うまっ。てか、サラ、白飛びしすぎやね。やっぱ逆にね、あ、肌白いから、うっそ。やばいやばいやばい。これはね、いちごかき氷の味がする。うわぁ、こういうことするから、こういうことするから悪いんじゃ。ちょっと落としちゃっただけです、気にしないで。うまって言うけど、ありがとうございます。おー、めっちゃみんな家にあるじゃん。今日は白白ね、見て、やっぱりサラは白いんだ。あ、これでいいか。みんな持ってんの？めちゃめちゃ美味しい。なんか近所の神社で食べてる感じ。食べたことないけど、ちびまる子ちゃんとかで、あ、違うわ、短い夏のさよならでだわ、間違えた。アイスありがとうございます。みんなも食べよう、なんでもいいけどね、パルムとかね。私はこれを選んだ。私もともとね、いちごアイス、間違えた間違えた、いちごかき氷が苦手だったの。でも桃太郎アイスを食べたから、いちごアイス、いちごかき氷が食べれるようになった。同じ味だから。わかんない、新潟のアテネスショップ、アンテナショップで今日買って食べた。どこ、
食べるのだダメ。お取り寄せしますわ。やばい、シャーベットピンクだね。あ、そういうことか。シャーベットピンク、あんして、はい、時間切れ。新潟行かないと食べれない。やっぱ新潟しか売ってないのかもね。バイバイ。痛い。スクショさせてくださいね。白飛びしてるって。もうスクショしてくださいました。させてください。なんかめったに言われないんだから、しっかりしろよって言って。はい、撮って。ありがとう。くそくそ、可愛く写真を撮っていたのに。可愛く写真を撮っていたのにさ、顔じゃないよ。うん、可愛く撮れたのでツイートしておきします。ありがとう。みんな顔顔言ってけ。あ、変な顔をスクショしたの。おいしい。ハプニングよ。事故よ。事故。やっぱり。アイスっていうのは夏に最適なものなの。半目、おいー、もっとハプニングや。シャーベットピンク食べ、そうなの。シャーベットピンク is 桃太郎アイスを食べてる小宮山サーラー。癖が強いんじゃ。千鳥さん、一口が小さくてお上品ですね。違うんですよ、私いっぱい食べたらキーンってするじゃないですか。でプラス私前歯がで、あーがでいっぱい食べる、近く過敏違うなみたいな感じになるの。だから、ね、食べれない。後でリプしとくね。ありがとう。みんなも見てね。ツイッターとインスタグラム。桃太郎アイスね、一日何回も食べたことあるしね。事故より安定や。おい、安定じゃないわい。黒にピンクが流行るね。でしょ。こんばんは、サラちゃん。最高に可愛い。大好きだよ。ありがとう。サラもみんなのことが大好きなのだ。冷たい。口開いてるとこが取れた。なぜ？べっぴんがべっぴんを食べてる。あ、べっぴん？あ、シャーべっぴん。すご。アイスクリームは頭痛、アイスクリーム頭痛はなりたくないもん。なりたくないで。なんか、ってなるから、ちょっと、しみるの。そう。危ない。食べ終わった。早っ。すごい、通知めっちゃ来るよ。なんだと思う？ショールームだ。うん、東京のスーパーに、ね、言ってないんだやっぱり。そっか、すごく美味しいね。冷たいものを食べてくる頭痛をアイスクリーム頭痛というのだよ。そのまんまやん。病名すごいね。ロシアの観光スポットはチャレンジャー。そうだよ、業務用スーパーのロシア都会でしょ。
追加で埼玉のスーパーにも売ってほしい。売ろう売ろう売ろう。桃太郎は箱で買わなきゃ。買ってよ、箱で買った。箱しか売ってなかった。あ、うん、筋トレ部配信。あ、待って、あのね、私がみんなが、あ、配信をするとはまだ決まってないんだけど、待って、今日はリエさんの誕生日会なんだもん。ほら、ちゃんと風船も飾ってね。ほら、ピピー。で、何を話そうとしてたんだっけ、忘れてしまった。前歯、富山でも売ってほしい。売ろう売ろう。桃太郎 T シャツが人気らしい。サム欲しい。チャレンジャーがあったら、そりゃあもう都会だよ。だよね、ありがとう。イオン、宇治はイオンとチャレンジャーがあるから大丈夫。そうよ、負けてない、どこにも。待って、めっちゃ溶けてる。完売記念も、そうなの、皆さん、私が初めて完売をしたんです。すごくないですか、みんな本当にありがとう。皆さんがすごすぎます、ありがとうございます。頑張るぞ、これからも。本当にすごいと思います。すごいし、ありがたいし、もうありがとう全面に伝えます。ありがとうございます、という感じで。桃太郎しばらく食べてない、溶けてきて、歯が、タイム、ゆうちゃん筋肉痛になったとか。筋トレで。私はなってない。リエさんにメールするしか。できんの、メール。キンってなる。うん、はっはっは。染みたね。おじやのイオンとチャレンジャーはサラの聖地だぞ。もらっちゃった。リエさんと同じ市内なのにまだ一度も会えてません。ピエン超えてパオン超えてポーン流行らせるポーン。溶けてきたよ、本当に。見て、わかんない、色が変わってんのね。早く食べるわ。ちょっと待って、溶けてるね。ごちそうさまでした。当たりなかった、おいしかった。バラありがとうございます。完食しました。途中途中しみるところがあったんだけど、まあ大丈夫。はい、お腹がいっぱいなんですけど、今日食べるものは終了となります。もうね、大変だ。完食しました、今日の夜ご飯。イエーイ。これでママはサラのご飯を作らなくていいみたいなんです。喜んでましたね。ごちそうさまでした。ラーメンさんと桃太郎さん、かゆいかゆい。
ということで、お疲れって言えてありがとうございます。はい、まだ食べるでしょ、配信終わったら。そんなことしないよ。うん、すごく美味しかったよ。びっくりだよ。すっごいお腹いっぱい。生姜醤油ラーメンと桃太郎アイス、新潟アイス。新潟大好き。ゴミめっちゃ挟まってる。ごめんね。僕に来れないのでしょうか。ありません。悪い顔。あと今日ね、これを買ったの。ケーブルタイスリム。謎の購入品紹介。紹介。もともと欲しくて買いました。レッサーパンダ。なんか購入品紹介ですけど。まあ全然テロップと違うことをやっているんですけど、まあ気にしないでみんな見てねっていう話。はい、まずこうやってねやって、こうやってやるやつ。あ、難しいわ、やっぱむずいわ。難しい時もっとと難しい壁が。はい、ということでこちらレッサーパンダのケーブル、じゃレッサーパンダのケーブルタイスリムというものを購入しました。あ、レッサーパンダだけじゃなくてですね、なんとこちら猫、なにこれ、ちょっと説明書見ますね。猫、猫、そしてチベットスナギツネ、そしてキツネ、そしてタヌキを買ったんですけど、お猿はいなかったです。リエさんのオンラインアート誕生日会まであと1時間を切って緊張してきたねえ。だからサラ、それまでに。いや本当にリエさん、リエさん、リエさん、もうリエさんすぎて大好き。リエさんは神なんです。女神だしね。女神すぎたよね。みんなみんな女神なんだぞ。よし、何を食べようかな。あ、ちょ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 、スナギツネ知ってるの？うん、書いてあった。これをこうやってやるんですよ。私はよくコードとコードを絡まらせることが特技なので、ピュッ、ん、こうやってこうやって、もっとキュッ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 、お化けのキュー太郎ということで、見たことないけど、はい、こうやるやつです。はい、何回くらい会ったことあるの？1回です。リエさんはリエさんですよね。ほんとに、いやー、やばすぎますよね。やばいやばいよね。でもね、ほんとにあの時の感動を教えてあげてもいいですか？教えてあげてもいいですか？教えてあげても、あの前も3万回ぐらい話したんですけど、私がドアにドアから入ろうとしたんですね。待って、ドアが、そのドアが向こう、もう一回言っていいですか？あのね、ドア、ドアが、あのね私が歩いてたんです。くって歩いててドアに向かおうとしたの、入り口で。そしてリエさんが出てきたの。運命だよね。しかも私一人と、あ、まあ、スタッフさんがいたんだけど、
そう、でもうね、私がこうやって普通にランランって感じでこうやってやってたらガチャって開けて、ってなったの。最初は幻かと思ったし、って感じだったんですけど、でもね、本当にやばくて、あれね、人緊張したらね、何も言えないの。何も言えねえんだって。だって、本当に人ってね、なんかもっと喋んなよって言われたの、私は。スタッフさんに。まあ、緊張してて喋れなかったんだけど、そう。でも、まあ、勇気を振り絞って、名前だけでも言えたんですよ。小宮山沙羅ですって言って、そして写真までも撮ってもらって、しかも私はその時に大号泣をしていたんですよ。大号泣をしていたから、していたっていうのと、あとノーメイクだったんですけど、それでポニーテールをした状態で、そしてレッスン着っていう感じで、でもねすっごい、もう最高に可愛すぎましたし、もう本当にやばかったですし、一緒に写真撮って、それでまあ嬉しかったって、見たらリエさん可愛いのにサラブサイクっていうので、もう一回涙が出てきました。嘘です。あ、本当に感動したんです。完売出ましたね、おめでとうございます。ありがとうございます。もうそちらがもう感動です。本当にありがとうございます。ぜひいっぱい話したい人はもっと来てね。NGT にこんな面白くて可愛い子がいた。私ありがとう。ありがとうございます。本当に。ノーメイクだとまずいの。いや。もうちょっとメイクしてたかったな。だってリエさんと写真を撮るんですよ。だって違うじゃないですか。同期と写真を撮るのとリエさんと写真を撮るのは違うんです。そニキとだったら別にイエーイって感じで撮ってもいいけど、リエさんだったらバッチリメイクって写りたいじゃないですか。もう一回合わせてって思いながら毎日寝ます。ファンなの言ったの、そうリエさんに、でもなんか私、言ったんですけど、したらもうなんて言ったか覚えてないけど、すごく嬉しかったんです。 YouTube チャンネル登録した？しました。自分がリエさんとの会話は21時30分から今何時、あ、もう少しじゃないけど、でももうちょっとだね、やばいね、ドキドキするね、泣いてる、なんでメイドだと信じてるから、ごめん信じてるから。30日何かな、何が出るかな、どうした、買います予定なのは内緒。うんふん、笑みがこぼれる、ありがとう。ぜひまたリエさんに会いますね。会いたい。NGT にはいないキャラ。私？ウラピーマン。笑顔が硬い。顔怖い。え？キタリエさんの YouTube 登録しました。したよ。サラもした。ほんと楽しみ。まだ見てない。もう上がってる？待って見てみるね。上がってるかな？ほんと YouTube で見られる日が来るなんて。北原理恵さん、間違えた、上がってた、後で見ます。一部も完売目指すからメイドでもやもや気を待ってます。お、一部も嬉しい、頑張ろう。10月30日一部頑張りましょう。嬉しい。そうやって頑張ってくれる方がいるっていうのはもう私の強みになりますね。ありがとうございます。嬉しい。上がってるね。上がってた、後で見る。デコピンしたい。ダメだよ。
ね、お仕事したい、可愛いモードに戻って安心、可愛いモード。可愛いモード。30日は撮ってる。ありがとう。楽しみ、楽しみ、楽しみ。リエさんのことが大好きなサラちゃん応援してるよ。ありがとう。よろしくお願いします。はい。もうちょっと。で、終了なんだけど。リエさん、新潟ね。来ないかな。私は意地でも探してリエさんに会いに行くのに。怖いね、それ。怖いね。ごめんね。あ、もう少しで終了となってしまうのですが、お皿ルーム。まだか。よきよき。よくない。よくないぞ。指輪。お皿のシャーベットピンク衣装、かわいかった。ありがとう！リエさんの映画見に行った。多分、新潟はまだね、開催じゃない、公開されてないみたい。でも見たい。サラちゃんかわいいな、ありがとう。ひとりやさんの誕生日会ですか。そうです。明日は配信ありますか。あります。でもちょっとよくわからない。何時だろう。あの、それ抱えて熱くない。仲間です。イタリアさんの舞台行った？行ってないんです。行けてなくて。行けなかった。ヒーロー、そう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 。みゆみゆも小島子さんの誕生日会を勝手にやってたんだ。上映、あ、そうそうそう、上映。間違えたわ。ちっちゃいもんクラブのメンバー頑張ってますね。あ、多分ちっちゃいもんクラブ、あ、ちっちゃいもんクラブで今みんなでパフォーマンスグループに、パフォーマンスユニットになるっていう目標を掲げたので、それに向けて筋トレをしているんですけど、その時の私が音声を録音してて、録音というか撮ってて、それをですね、あの、ぜひ皆さんに公開できるように今編集してるので、編集し終わったんですけど、何を言ってます私。そう、なんだっけ、編集してたんですけど、私が一生懸命してたので、多分今日あげられると思います。ツイッターにあげると思うので、ぜひ皆さん見てください。さらちゃん綺麗になったよね。ありがとう。ツイッターでキタリエさんのフォローした？した。かわいすぎ。どんなパフォーマンスかな。今日は萌顔お願いします。おしゃべり会の時にね。さすがサラちゃん、サラちゃん。そう、ちょっと待っててね。待って、まだ今ちょっとできないんだけどね。今ショールームやってるからね。広報担当グッジョブです。今日久しぶりにキタリエさんの私のために聞いたよ。いい曲で、え、わかる、いい曲だよね。結構踊るのかな、クラブ曲。どうかな。リエさんのインスタもフォローした？うん、してる。クマさん、ありがとうございます。嬉しい、クマさんいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、あと何分、あと10分もあります。こんばんは、こんばんは。さっきからこれがうるさいです。手から離します。本当にね、今日は勝手に誕生日会を開かせていただいて、そうね、やばいね。今日の変顔まで3、2、1。やめて。ミラーボール、ありがとうございます。飲みのりかき氷、あなたが好きなもの。ありがとう。リエさん大好き度どれくらい？もうね、銀河を制するくらい。勝手でも嬉しいよ、誕生日会。いい、売り込んでくれると嬉しい。
さらちゃんの TikTok が可愛すぎて。え、嘘、見た？ありがとう。りえさんも喜んでると思うよ、きっとね。喜んでくれたらいい、届いたらいいなって思います。まあ届かないかもね、届かないと思う。ちゃんとスクショしました、ありがとう。ありがとう、何よ。あ待って、あれね、あ変顔ね。あそう、そっか。最高、おい、タイミング合わなかった、よし。りえさん誕生日おめでとうございます。北里恵さんのツイッターにリプしてみたら、今ね聞いてみるの、聞いてるんだけど、リプしてもいいですかって。だからもしかしたらできないかもしれない。ハートありがとうございます。リエさんが運営に入ったらどうする？くっつきまくります。おしゃべり会でリエさんの話しよう。イエー、しましょうしましょう、たくさんしないとね。リエさんに伝えておきます。嬉しい、ありがとうございます。ハート100個突破ありがとう。みんなはサラちゃん神です、みんなはサラちゃん神ですよ、あは、ありがとう。うれピーマン、ツイッターでハッシュタグ北里恵生誕祭2020でつぶやいた。その方法があったか、そうします。リエさん、スタウさん、自分もリエさんに伝える、嬉しい、ありがとうございます。リエさんにプレゼントあげるの？あげれる機会があったらあげたいんですけど、あげれないので。僕もリエさんに伝える。ありがとう。前に会った頃、サラちゃんのことリエさんに報告して。嬉しい、なんて優しい方々ばかりなんだ。リエさんとハイブ長岡で初めて握手した。羨ましい、よかったね、されてね。本当に皆さん優しすぎるぜ。ツイッターで北里恵フェスティバルあるよ。そうなんですね、たくさん調べないと。一生リエさんの画像を見て生きていたいなって思います。せやで、だから今何時、あと5分ぐらいになってしまったので、今から宣伝をしていきたいと思います。21時から22時が北里恵フェスティバル。はい、わかりました、そうします。あ、私21時からできなかったわ。ごめんなさい。はい、それでは宣伝タイムに入らせていただきます。はい、ということで皆さん、私のツイッター、インスタグラム755フォロー、そしていいね、ハート、拍手ぜひしてください。そしてなんだっけ、あとこのルームをフォローしてない方はフォローしてください。そして TikTok は研究 NGT48 研究生で調べたら出てくるので、ぜひみんなのこともお皿のことも見てください。あとはメールとフォトログもやっているので、ぜひ皆さんチェックチェックよろしくお願いします。そしてオンラインおしゃべり会、オンライン個別おしゃべり会の6時受付が今日の17時から始まっているので、始まりました、フォローしちゃおうかな、してください、して始まっているので、ぜひ皆さんツイッターにスケジュールが載っていると思うので、フォローのついでに見ていただけると嬉しいです。そしておすすめの日は10月30日、そして2部が完売、10月30日の2部が完売いたしたので、本当にありがとうございます。日本語おかしかった。なのでおすすめは10月30日1部、そして10月14日2部です。ぜひ皆さん遊びに来てください。でも全部おすすめなんだけどね、9月27日とかもおすすめなの、実は10月11日も。みんな来てね、待ってるよ。ですので皆さん、まだ買ってないよっていう方は必ず来てください。そしてもう買ってるよって方はぜひもっともっとおしゃべりをしに来てください。
買ってません。あら次の申し込みおさらにします。ありがとうございます。はい、ちょっと全部おすすめなんですけど、特にを含めて、はい、ぜひ皆さん、ぜひ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 来てください。おしゃべりしましょう。たくさんね、あのね、企画は考えているので、安心しておしゃべり難しいなっていう方は、そうですね、たくさんのおしゃべり、私はあのカップリング曲4曲、あ、3曲すべてに出させていただいていたり、シャーベットピンクも出させていただいているので、その感想とか、あ、そうですね、リエさんの会話をしたりとか、あとはテニスとかお猿とか日常会話とか、たくさんたくさんたくさん、皆さんぜひ来てください。まあ確かに照れくさいかもしれないのですが、逆に会えないよりはマシだと思う、マシっていうか会えないよりは全然いいと思うので、私はオンライン頑張って慣れて、無言でも大丈夫なの？無言でしたら私が一生喋っております。緊張しますね。そうですね、私も少し緊張しているんですけど、最近あのメンバーとかもみんなであのオンラインでお話とかしていることが多いので、あのめちゃめちゃ緊張が慣れてきたので、私が大丈夫なので、みんなもおさらがいっぱい喋ると思って、ぜひ安心して気楽に来てください。緊張するね。無言でも、あ、読んだか、大丈夫だよ。おさらがずっと喋ってる。サラ緊張したら固くなるよね。そうなんだよね、サラちょっと緊張したらね、固まる癖があるんだよ。全力モノマネ、あー確かに全力モノマネもいつでもさせていただくので、ぜひ来てね。あ、おすすめはね、10月30日の2部と10月14日の2部、そして9月27日もちなみにおすすめだよ。おサラの惑星、惑星覚えてくれると嬉しいね。みんなの名前とお顔も一致させたいなと思っているので、ぜひ来てください。あ、10月30日の一部間違えました。そんなもう私の件変えないっていうことはもう私今まで一度もなかったので緊張するね。おお、メールでおすすめ書いといて了解です、ね、白くなったって思うよね。私はこちらに電気があるんですけど、電気で白くなっております。電気ライト、まだ緊張しすぎて買ってません。どないしましょう。ぜひ緊張しないで気楽に来てください。気楽にね。私が絶対に話しかけるので、ぜひ気楽に来てください。はい、初めてなので、いやいや、ぜひ皆さん、そんなこ、みんな照れ隠しをやめて、違うな、何を言ってるんだ私は。ということで皆さん気楽に、まあとりあえず気楽に、そしておすすめの部はいっぱい全部の SNS に書いていこうと思うので、はーい、さらちゃんの祖母さんと年が近いからだから照れる、いやいやいや、おばあちゃん、違う、めちゃめちゃ今失礼なこと言った、待って、違う、そういうことじゃなくて、私はそう大好き、みんなとりあえずもっと完売増やしましょう。そう言ってくれるのはすごく嬉しい、頑張ります。はい、10月30日1部、10月14日2部、頑張ります。応援よろしくお願いします。ご協力もよろしくお願いします。本当に頑張ろう。うん、こらこら、ごめんね。はい、そろそろこちらがショールームが終了させるということで、ぜひ皆さん SNS とフォロー、いいね、そしてオンラインおしゃべり会、ぜひいらしてください。またね。あ、村から来たって。みんなはおさらファミリー。